吉野さん、東大っすか。東大ね。私のね、事業者仲間で、その、中途採用の社員を募集したんですよ。年齢は言ってても優秀な人もともみたいな感じで募集したらしいんですけども、なんか、東大卒のね、60代が来たんですよね。だから、今の60代の東大卒ですから、相当東大が難しい時代とか、大学進学っていうのが、やっと一般化してきた時代の東大だったんじゃないですか。 一応ね、面接には来てもらったらしいんですよ。で、火のうじどころのないような経歴と人格だったらしいんですよね。もちろん能力も素晴らしいなって感じるところがあったらしいです。だから、採用しなかったらしいです。<laughs> なんでかっていうと、すごい人すぎて、うちなんかじゃ雇えない、申し訳なくってみたいな。とりあえず、東大卒の優秀な人に会ってみたいから来てもらったけど、いやー、突然、とてもうちじゃ採用できません、すいませんっうかね、帰ってもらったらしいですよ。 何やってんだよみたいなね <laughs> でも気持ち分かりますよね天才を扱うにもそれなりの技量がいるんですよだからすごいテクノロジーが今ね私たちの目の前にスマホやパソコンの中に入ってますでもすごすぎると使えないんでしょうねだから使うだけの度胸なり何なりねがなければ猫、ね、に小判豚に真珠ってとこですか確かに小判っていうのは大金持ちになる要素ですけども 猫ちゃんじゃ扱えないですもんね。豚ちゃんじゃ真珠の使い方わかんないですもんね。我々人間も人にスマホにならないように、人に IT、人にテクノロジーにならないようにね、しないといけんですね。いってらっしゃい。